シーラ。シーラ、ウオーヘンギ書、または、書、学名は、スズキメシイラ科に分類される魚の一種。全世界の暖かい海に分布する、表像性の大型肉食魚で、食用に漁獲される。ルアー釣りで人気の魚である。ハワイではマヒマヒの名称で高級魚として知られ、日本でもこの名称で流通するようになっている。分類上は、 同族のエビスシーラと共に、一族二種のみで、シーラ科に分類されている。生魚は、最大で、体長2メートル、体重40キログラム近くに達する。体は強く側平たして体高が高く、体表は、小さな円鱗に覆われる。また、オスの額は、成長に従って隆起する。背びれは一つで、55から65何情からなり、頭部から、尾の直前まで。 背面のほとんどに及ぶ。尻びれは25から31難情。体色は背面が青、体側が緑金色で小黒点が点在するものが知られるが、これは釣りなどで水揚げされた直後のもので、死後は色彩が伏せ全体的に黒ずんだ体色に変化する。また遊泳中は全体的に青みがかった銀色である。全世界の熱帯。 温帯海域に広く分布し、温帯域では季節に応じて海遊を行う。日本近海でも暖流の影響が強い海域で見られ、夏から秋にかけては暖流に乗って北海道まで北上するものもいる。主に外洋の氷層、深度5から10メートルに生息し、群れを作って俊敏に泳ぐ。流木などの漂流物の影に好んで集まる性質があり、 幼魚も流れもによく集まる。音を恐れず、帰って音源に集まる。食性は肉食性で、主にイワシやトビウオなどの小魚を追って捕食するほか、甲殻類やイカなども食べる。水面近くの餌を追って海上にジャンプすることもある。全長35から55センチメートル、生後4から5ヶ月で、生成熟する。寿命は4年程度。 白、秋田、富山、万引、き間引き、宮城、九州西部、しびとくらい、千葉、東役、高知西部、神奈川、静岡、東百、千百、和歌山、高知、万作、万作、中国地方中西部、熊引、き、高知猫、猫面、九州、万引川風ぬ湯、沖縄など、日本各地に地方名がある。 シーラの名が初めて文献に現れるのは、室町時代の辞書、恩古知新書、文明16年から1484年成立においてであり、その後節用集や日保辞書などに収録されている。また、おそらくシーラの使用官物として、都で献上品とされたものが、熊引き、熊引き、熊引き、九万引きと表記されたと呼称されているのも、室町時代の文献に見える。 満作は、実らずもみ殻だけの稲穂のことを俗に、シーナ、地方によっては、シーラと呼ぶことから、縁起の良い、法年満作に言い換えたと言われる。シビトクライ、シビトバタなどは、浮遊物に集まる習性から、水死体にも集まると言われることに由来する。これらの地方ではシーラを、土佐衛門の空として意味嫌うが、動物の以外が,が、海中に浮遊していた場合、 それをつつきに来ない魚の方がむしろ稀であることは留意する必要がある。中国語の標準名ではカジカ、チーチウと表記する。台湾ではその外観から鬼頭型な台湾語クイタ島と呼ばる。英名ドルフィンフィッシュはイルカのように泳ぐことからドラド、スペイン語で黄金の岩釣り上げた時に金色に光ることに由来する。ハワイではマヒマヒと呼ばれる。 漂流物の影に集まる性質に注目し、シーラを漁獲することに特化した、シーラ付漁業、単にシーラ付ともと呼ばれる巻き網漁の一種が行われる。また、俊敏な大型肉食魚で、筋肉質で大変引きが強いことから、外洋での釣りや引き縄、トローリングの対象として人気が高い。ゴミや流木、鳥山、海鳥が小魚を取りに集まった状態などは、 シーラがいるポイントである。その他、ハエナワや低地毛などでも漁獲される。赤身魚であるが、色は薄い。旬は、夏、7から9月頃とされているが、秋は、脂が乗って、旨味が増す。筋肉質で脂質が少ないことから、鮮度保持が難しく、痛みが早いため、日本では、全国的な流通はしていないが、旬の時期にスーパーマーケットなどで、 切り身が販売される地域もある。産地以外では他国に比べて味の評価が低く、魚肉練り製品の原料に使われることが多いが、塩焼き、フライ、ムニエル、バター焼き、干物、草屋などで食べられる。シーラ漬け漁による水揚げが多い高知県などでは、新鮮ものを刺身、叩き、寿司などとして生食も行われる。また、卵巣も煮物などで食される。 四万都市では尾に近い部分の薄い実を熱風乾燥させたジャーキーも作られている。神奈川県平塚市では燻製が作られている。沖縄県の国神村では干物も作られている。ハワイでは高級魚として扱われ、マヒマヒのフライやソテーは名物料理の一つである。サンドイッチなどにも用いられることがある。台湾で鬼頭刀はつみれ、スープ、鉄板焼き。 虫物などにして食べられる。東海岸を中心によく捕獲され、特に乱流のタオ族の漁民は、荒与と呼んで、神の魚と考えており、重要な食用魚となっている。フィリピンでは、干物も作られている。前日の通り、トローリングの獲物としても人気があり、その際様々な料理として食べられることがある。英語圏でのドルフニャフィッシュを料理して食べた胸の文章が、 イルカを食べたと誤訳されてしまうもある。段階の表層を泳ぐシイラは、体表に、毒、腸炎ビブリオ菌や表皮粘液毒を持つと言われる。生殖時は、可能ならば、下ごしらえ用マナ板と、仕上げ用マナ板を別にするなど注意が必要である。そのため、生殖時は人によっては多量に食べると、吐き気や下痢などの症状を催す場合もあり、注意が必要である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。